ジチャンネルの藤子です。こんにちは。今日は日本の最新技術を紹介する日本テレビのセンサーズという番組を見てみたいと思います。一緒にじゃあ行ってみよう。どんなかな。おう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 。誰のために、何のためにですね。これなんだ。不思議な爪が世界を変えるね。感情を表す歯ブラシ、トゥーシー。え、綺麗。強いよ。いった。もっと優しくしてよ。もっと優しくしてよ。すごいシリみたいな声がすごい。あ、教えてくれるんだ。歯ブラシが一つの生き物みたいな。いいよ。うふふ、イエイ。最高。最高。すごい。喜怒哀楽が激しいですね、この歯ブラシ。そこそこって。すごい。これシュールですね。ありがとう。そっか、子供にいいんだこれ。歯磨きが嫌いな大人にもいいんだ。確かにね、楽しくなりそう。へえ。あ、すごーい。すごかったですね。新しいですね、確かに。そっか、すごい。技術者の方はそんな将来を見据えてるんですね。歯磨きが感情を持っていて、そういうふうに対話できるというのが当たり前になるだろうっていうふうにも当然のように思われてるわけですね。すごい。確かに私も子どもの頃歯磨きとか嫌だったし、なんかいやいやお母さんにされてたというか教えてもらったりとかしてたので、そうですね、私が子どもの頃にこれがあったらはしゃいだだろうな。確かにいいですね。じゃあこの歯ブラシが実用化されて、もうどんどんね、それのドラッグストアとかに並ぶ日が近いんでしょうね、きっと。すごくワクワクします。すごい。ありがとうございました。またねー。